ヤンキース・アーロン・ジャッジの9年総額3億6,000万ドル約492億円の大型契約を受け米メディアの注目は早くも次の記録的契約が見込まれるエンゼルスの大谷翔平投手に移っている。例 MLB 公式サイトが7日日本時間8日1年後にフリーエージェントとなる大谷翔平への影響について言及している。 2022年の大谷はジャッジの歴史的なシーズンと比べても高をつつけがたい活躍だったジャッジより2歳下の大谷はジャッジより早く29歳で FA の資格を得るその上本塁打を打てる長打力を持つことに加え年間を通してローテーションを守れる先発投手でもあるだからこそテーマは大谷は来年ジャッジの9年総額3億6000万ドルを抜けるかになる当然ながら 23年は今年のジャッジが成し遂げたように選手生活で最高のシーズンを送ることができればジャッジ越えの可能性は高いちなみにこのウィンターミーティングではヤンキースとメッツが巨額の契約を結んだ故にしばらくはこの2球団が出せる金銭面での条件が限定されてしまうかもしれない ESPN のジェフ・カッサン記者もライオフに FA となる大谷は史上最高額の5億ドル 約700億円契約選手になるだろうと予想している同記者は7日ウェブテレビのスポーツトーク番組「ザパット・マカフィーショー」に出演 MLB の FA 市場について見解を述べ大谷は初の5億ドル超え選手になるだろうとした大谷に関してはエンゼルスのミナシアン GM が長期残留を望んでいると発言しているが もし FA になればドジャースがアグレッシブに獲得に動くとの報道もあるだが同記者は大谷がドジャースと契約すると断定はできないまたヤンキースも彼の獲得に動くだろうメッツも資金力のある公園オーナーがいるので獲得に動くだろうとし資金力のある名門球団による争奪戦になることを予想したまたロサンゼルス・タイムズ紙の名物コラムニスト ディラン・ヘルナンデス記者も「ライオフ大谷の契約はジャッジの契約を超えて5億ドル以上はいく」と予想しているその上でヘルナンデス記者は大谷の移籍先について支払い能力のある球団が第一条件になると指摘しドジャースヤンキースの人気球団を挙げた特に例年大型補強を敢行するドジャースはここまで積極的な補強を見せていない今期まで2年連続で贅沢税の基準額を超えており 大谷が FA となるライオフを見据えてリセットさせたい狙いがあるとも指摘している。来年ドジャースは狙いに行くだろう。ただ資金力のある人気球団も獲得に動くのは間違いないと予想している。来春開催される WBC に向け、米サンディエゴで行われているウィンターミーティングの会場に、米国やメキシコ、ドミニカ共和国など各国の代表監督や関係者が6日、日本時間7日、集結した。 各国代表監督、役員を招待しての会見が行われたアメリカの代表監督がすでに日本代表の一員として出場を表明している大谷を絶賛したメディアの質疑応答が行われ前回大会の覇者アメリカ代表を指揮するデローサ監督は大谷やパドレスのダルビッシュ有ラが参戦する日本代表チームとの対戦に期待を膨らませた 同監督は2009年の第2回 WBC でアメリカ代表としてプレーし、準決勝で日本代表に敗退。今大会では監督として、エンゼルスのマイク・トラウトらトッププレイヤーを擁するドリームチームを率いるが、なるべく興奮は抑えようと思っていると冷静に話した。そして、大谷には私と対戦する1日前に投げてほしいと笑顔でジョークを飛ばした。大谷を ユニコーンと呼ぶデローサ監督自身がアナリストを務める MLB ネットワークの番組でも大谷を取り上げるのが大好きだとうれそうにコメントし彼はまだ向上している何より気に入っているのはたまにフォーシームが本調子ではない時でも変化球で相手チームを抑えきること彼の能力には圧倒されているよ多くのメジャーリーガーたちが10年かかってやることをすでにやり遂げている 彼は史上最高級の選手になるだろうと最大限の賛辞を送った。そして彼は投打の両方で優れている。投手でオール MLB のファーストチームに選ばれ DH でセカンドチームに選ばれた。クレイジーだ。大谷は世界でベストプレイヤーと言えるだろう。今回の WBC で世界中が大谷とトラウトの対戦を見たいと思っているだろうとも語っている。 対戦が実現するには米国と日本が2次ラウンドを勝ち抜きともに決勝ラウンドに進出することが条件デローサ監督は日本は順当に勝ち上がってくるとと思うと期待を寄せた侍ジャパンの栗山秀樹監督が6日日本時間7日ウィンターミーティングが開かれているサンディエゴで WBC イベントに出席大谷を含めたメジャー組が2月17日から始まる代表合宿 サンマリン宮崎に合流することを熱望した大谷について本人とはいろいろな話をしている両方できないかというのはベースにあると語り投打の二刀流で起用したいとの方針を示した投手としての大谷は先発抑えの両方の可能性を考えていると説明注目は大谷を含めたメジャー組の合流時期 前回の大会ではメジャーから参加した当時アストロズの青木の参加が3月2日となりよく3日の阪神との強化試合出場という強行日程となった栗山監督はルールが許すのであれば2月に合宿を行う宮崎で始まった時に合流してほしいという思いは発信していると主催者側へメジャー組の早期合流を要望したメジャー関係者によるとタイトな日程や時差による調整の難しさ 選手の故障防止を考慮してメジャーリーガーが自チームのキャンプに参加せず代表チームへ合流できる方向で調整中だという。